アメリカの核文化について行きましょう。私も非常に困っております。どこまで OK なのか、誰とならいいのか。俺から手を出すことはないけどあちらから手を出された時に手を出された時って言い方だよ。こうやって出された時にどうしようってなっちゃう。何が正解なのかわからない。男性と女性のハグはいいのか、男性男性のハグも OK なのか、今日は全部解説していきたいと思います。教えてください。DM でも来たんだよね。DM で来て。ズーカツさんもいつも固まってるのを私は見てきてるので。そうだね、6人組だったりとか、うん、その私の帰国子女友達だったりとか、海外の友達とかに会うたんびに、ズーカツさん、緊張して端っこでこうやって立っててみんなでハグしてる時に、俺にも来るの？俺にも来るのって顔に書いてあるんだよね。で来た時に、ロボットみたいな。いや、難しいんだよ、本当に。そうね。わかんない。やったことないから、だって。そうね。今までの人生で。今日は、こう、段階とステップを。一緒だね。一緒だね。段階。何？英訳したな。親密さと、どうやってやるかを教えていきたいと思います。うん、お、いいね。親密さで言ったら、3段階あるかなって。お、なんか3ステップ。はい、何？そう、3ステップ。もう、ほんと初対面、はい。初めて会った人にするタイプのハグと、うん、それなりに仲いい。何回か会ってる、はいはいはい。家族レベルでめっちゃ仲いい。家族っていうのはもう恋人だったりとか、うん、めちゃくちゃ仲いい友達。もう結構アメリカだと、ずっと一緒にいる友達とかは、sisters とか brothers とかって言ったりするくらい、うん、なんかもう兄弟みたいな感じで、うん、はいはい、言ったりするくらい仲いい人たちとのハグ、うん。それがあるわけね、種類が。うん。でも一番難しいのは正直、第一段階。ああ、それはわかる。だから俺が一番今、つまずいてるところはそれだよね、うん。そう。初対面でもします、ハグ。それはするんだ。する。するものなんだね、はい。うん。男、男、女、女、男女でも、誰でもする。男、男でもハグは別に変じゃないんだ。変じゃない。そうなんだ。ただ、女性の方がする割合が高いと思う。なるほどね。男同士のハグは、どんな感じなの？いろいろあるんだけど、なんかね、初対面の男性は、たまに気をつけたりして、握手。あ、そこで止まる人もいるんだね。の人もいる。うん。うん、だから、こうやって手出してたら、握手だと思ってください。はいはい。それはわかるわ。それはわかるわ。それでそのままこういかんわ。いくらなんでもこうやって出されてるのに、ハグしに行ったらやばいやつだろ。ハグの、私的には、気をつけた方がいいのが、こう、やっぱね、こうやってくっつくときに、こう、顔がバーンとかなったりするのがあるから、結構斜めで入る。結構最初から、はーい。あ、そしたらもうここにしか道がないから、ね。そう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 。そしたら俺は、こうやっていけばいいから。はーいってなる。なるほどね。で、特に初対面の人には分かりやすく道筋を作る。アメリカ人もやる気がする、私的には。いや、アメリカ人とやるときは、道をちゃんと作ってくれてるから。だよね。こうやるよね。そう、俺はそっち方向にこうやって行くだけだから、そうそうそう、楽だよ、うん。相手が開けてくれた方に行くし、うんうん、それと、まあ自分がやる場合は、自分が開けといてあげる。なるほどね。斜めから挨拶する感じ。うん、はーいって言って、なんか結構大げさに言っていい。なるほどね、うん。自分から行くことが今までないけど、うん、あっちから来たら俺行くから、あっちの人がちゃんと道を作ってくれてるからさ。そう。なるほどね。そういうことなのね。で、割と初対面の人は、斜めがけが多い。確かに斜めがけが多い。でしょ、うん、こうやったらあなたはこっちが上。うん、そう、それはそう。うん、こう。で、これでトントンだよね。うん、だいたい初対面であんま仲良くない人は2秒くらい。あー、そうね、うん。うん。2秒くらいがちょうどいいね。そう。1、2っていうよりも、1、2みたいなくらいの、やって、はいって感じで。まあでも、相手の話すタイミングに合わせてもいいと思うけど、だいたいこう2秒くらいしたら、で、まあ確かにね、俺自分だけこうやって離れようとしてたら、ちょっとね、そうそうそう。ちょっと気まずいからね。そうそうそう。あ、なんか切られてんのかなって思われちゃうからね。結構アメリカで言われるのが、なんかこう3秒以上こうしがみつかれると、好意があるみたいな。そうなの？言われたりしなくもない。けど、なんか割とちっちゃい頃、子供たちがそういうことを言うイメージ、あんまり大人だとそういうことはないかな。可能性がなきにしもだから長ければ長いほど、そういうことを思われるってことだよね。そう。なるほど。その親密さレベルが上がる。はいはいはい、はい。で、初対面はマジでこうやって、斜めがけで2秒くらいで、トントンしてもいいし、しなくてもいい。手もちょっと軽め。向こうがいつ話してもいいように、ちょっと軽めに。確かに、それもそうだ。じゃあ俺間違ってないの？俺触れてるか触れてないかくらいでいくから。いや、それだったら触れた方がいい。いや、触れてるよ。
だけど、なんかこういう感じ、わかる。ああ、そうね、軽めだ、ね。軽めでしょ、こんな感じで言ってますよ。すごい適度な距離だと思う。まあでも結構一回グッてやっても大丈夫。うん、あ、そうなの、うん、そこまで気にしない。だからそのすぐに話せば、一回ちょっとグッて言っても大丈夫。だからそこまでこう震えなくていい。距離感もこう。そこまで考えないで、こう、グッて一回やっても大丈夫。なるほどね。顔が当たらないようにすごい気をつけるから、うん、初対面の人は、うん。でも、初対面の人からでも、ほっぺにチューする人が全然いる。ほっぺにチューする人の場合ね。場合。大体、右から。みんな右に行けばいいの？そう。お互い右に行けばいい。ああ、なるほどね。右からこうやって、うん、むわむわってやることが多い。それで、こっちが変にこっち側に行っちゃうと、ブッてなっちゃうから。そう。気をつけなきゃいけない。難しいのが、うん、一般的に右ってだけで、うん、結構ヨーロッパ圏とかも国によって違うのね。そういう文化を持ってたり、うん、まあ、個人個人で違ったりとかすることがあるから、分かりやすく自分の方からこうやって行った方が安全かなってチューする人は、はい、チューするときは大体両側するからちょっと顔の周り軽めに持っていく感じ、うん、こうやってハグするときに、うん、まあまあってやる。動ける余地を与える。空間を作って。そう。1個目のやつはちょっとギュッてやっても大丈夫だけど、2個目のやつはちょっと軽く手を添える感じ。なるほどね。その、持つ感じはしっかりつけても平気だけど、その代わり軽く添える感じだから相手が動いても大丈夫なようにする。結構大事。多分日本人にやっぱり普段そういうチューとかしないから苦手な人多いと思うから、うん、実はあれって音だけ出せばいいの。へえ、そうなんだ。そう、口紅つけてる人とかも多いから、うんうんうん、口紅が相手の顔につかないようにとか、うん、相手も実際に口をつけないことが多い。そうなんだ。そう、子供とかだったらモワモワとかってやっちゃったりする人もいるけど、大人同士だと意外としっかり口ビルをこう頬につけるっていうのは実はあんまりなくて、へー、音だけなんだ。そう、うん、みたいな、ふわふわみたいな見せかけなんだね。じゃあそう、割と見せかけ。へー、だから意外とやる人とかでも、うん、なんかこのなんていうの、ちょっと距離が空いてたりする。へー、そうなんだ。距離が空いて、うん、わっうわっていうやる。だから実はそこまでべったりくっついてるわけではないことが多い。へえ。なんかたまにいるけどね、もうめちゃくちゃそういうの大丈夫だ。はいはいはい。でもそういうのは相手に任せる。基本的にチューする文化ない人たちはちょっとだけ口だけみたいな、ちょっと音出せばいいだけだから、もう相手に全ての動きを任せて、最初の入り口だけなるべく右に行ってあとは任せる。イメージかな。はい、わかりました。どう、ちょっとイメージ湧いた。イメージは湧いたけど、実際にその場面に出くわしたらどうなるかなって思った。固まるだろうなって思って、うん、ハグも大体右とかが多いけど、右な気がする。確かに自分が分かんなかったら、うん、自分がこう斜めにこうやって行けばいいから、うんうん、そしたら向こうが来てくれるから、そういう道しるべを自分でも知ってれば安心かなって思います。はい、了解です。次、うん、それなりに親しい人、はい、何回か会ったことある友達とかだと、うん、もう少しハグ長い。長さが変わるんだ、そこで、うん、へえ、どれぐらいなの。3秒前後。それもちょっと伸びるくらいなんだね。そう、ちょっと伸びる、うん、それによるんだけど、うん、もちろん仲の良さと、あと男女、うん、女性の方が実際長いことが多い。なるほどね。男性だとやっぱ男性同士でハグってあんまり長いことはしないから、うん、割と2、3秒かなって思う、はいはい。もしかしたら、もうちょっと親しい人の方が、パンパンって結構しっかりする。ああ、もうギュッてする感じなんだ。そうそうそう。だからこう、ハグするときに、うん、なんか女性同士だったらこうやってギュッて結構するし、男性だと、みたいな、なんか結構しっかりカカンみたいな。なるほどね。あともう一個、結構男性同士のハグであるのが、手こうやって、そうそうそう、こうやって、うん、ってやるのめっちゃ多い。What's up man? みたいな。そう。よく見るわ。そうそう。やっぱりこうやってギュっていくのは親密なイメージになっちゃうから、ちょっと距離を作るためなんじゃないかなって思うんだけど。なるほどね。
男のハグみたいなイメージがすごいある。女性はあんまり今のハグの仕方はしない。でも男女はあったりする。だから男女で距離感が心配だったらこのハグの仕方だとある程度そうそうちょっと距離を作れるし仲の良さも主張できる。これくらいの仲良さだと女子同士はワンチャンこう斜めじゃなくてこう手くる可能性。ああ、上にね。そう。なるほどね。女性同士だったらそれがあるんだ。割とある。仲良かったら全然こう、なんか、いわゆるがっつりハグみたいな形に入るのは、ちょっと距離のある人とか、初対面の人の方が斜めが多い。そうなんだ。うん。だから、意外と日本人が心配するがっつりハグは、仲良くなんないとないと思う。で、そもそもそんなとこで悩んでる必要ないよってことだね。うん、最初の段階は結構、うん、この斜めハグが多いから、あんまりないと思う。がっつりまっすぐバーンっていくのは、なんか日本のアニメのイメージ。アニメのせいで、ね、そうなってるんだ。そう、実はあんまりない。あ、そうなんだ。初対面では特に。へえ、いい勉強になりましたね。ドキドキしてる皆さん。大丈夫ということですよ。私が、あとね、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、慎重さ。間違いない。結構、慎重さがある場合は、サイドハグが普通。サイドハグ、うん。こうやって、ちょっとそう、こうやって。うん、みたいな。正面じゃないんだ。そう。横向きなんだ。うん、いや、私、これ失敗したことあって、ガチで。身長、マジで2メートル近くある友達とハグしようとしたら、本当に顔腰だったの。本当に、そういうつもりなかったのに、その後ちょっとお互い、ちょっと気まずくなった。なんか、お互いごめんみたいな感じで、想像より下だった、私が。そういう時はサイドハグになるって。そう、サイドハグの方が、お互い気まずく。気まずくならないね。そう。だから、上からこうやって来られる可能性もあるし。なるほど、なるほど。そしたら下からこう行けばいいんだね。そう。はいはいはい、理解した。片手はあまり気にせずに、こうやって片手だけでこうやって。だから、外国人のすごい2メートルぐらいある人に対して、日本人の女性がハグするときは、正面から行ったら、こんなこと起きちゃうから、サイドハグでこうやったらいいよね。うん、の方がおすすめ。はい。向こうもなんか、あえてそう、めっちゃ来るわけじゃないから、うん、あと実はこのポンポンってやるのって結構タイミングでもあって、離れるタイミングの合図だったりする、はい、めっちゃ仲良かったらもうこうずっとこうやってやってるし、うん、初めてとかだとこうやって大体2回、うん、そうだね、うん、で2回で、はい、いいよっていう結構合図だったりするから、話すタイミングがあんまり分かんなかったら、もし相手がポンポンってやってたら、そのポンポンが終わったタイミングで離れる。今までそれで離れるタイミングが分かんないことはなかったけど、ポンポンってあったかも。うん、大体2回が多い。確かに無意識だけどみんなそうやってやってるのかもね、うんうん、本当に久しぶりに会ったりとかするともうずっとこうやって、うん、次やってる。会いたかった。次が家族レベル。めちゃくちゃ仲いい人。結構何でもあり。何でもあり。うん、どのスタイルのハグも結構あり。うーん、サイドハグも全然するし、うん、正面のこういうのもいわゆるそういうのもするし、うん、でこれは女子同士、男子同士で、うん、男女でも結構する。へえ、そうなんだ。だ本当にめちゃくちゃ仲いい人。うん、だから私で言うとアメリカの幼馴染とかは全然正面からこうやってギューってハグするの、うんうん、男女でもある。あ、そうなんだ。うん、そこの親密で変わるんだね。そう。結構そこがなんか大きな差かな。うん、なんか正面からこうやってハグされたら、あ、めっちゃ仲いいんだなっていうイメージが結構ある。でもすぐ離れたら、その、体勢が良かったのかなみたいな可能性もあるけど、はいはいはい、でも大体なんかこう正面から行くときは結構長い、あ、そうなんだ、5秒以上はするイメージ、しばらくギューってやってるようなイメージはある。結構毎日会ってる人とかでもそれくらいする。でも久しぶりであれば久しぶりであるほど長くなる可能性が高い、うん、なるほどね。すごい仲いい人たちはサイドハグも全然するし、うんうん、なんならなんかテレビとか見ててもこうやって全然友達同士でこうやってやっててもおかしくない。あ、それは男女でもやるってこと？男女でも結構あり得る。彼氏とかいたりすると気にしてしなかったりとか、はいはい、あったりとかするけど、うん、全然普通になんか友達同士でこれくらいの距離感で映画とか見てもおかしくない。全然普通、なんか何も思われない。この
親密度になってくると、うん、ほっぺにチューも結構ちゃんとチューされることもある。もうそこは音だけじゃなくて、うん、ちゃんと物理的にブッってなるんだね。そう、こともある、うんうんうん、けど、まあ、やっぱりあのさっき言ったみたいに口紅つけてる女性とかは気にしてつけなかったりとかするけど、うん、はいはい、距離感がもっと近くなる。だからさっきの、うん、こう、これくらいのちょっと空いてるって言ったのが、うん、ね、それこそもうこんな、あ、もう、もう顔つけに行く、もうガーンってくっつくんだ。そうだ、音だけでも顔つけに行く。ハグってそんな種類ある？そう、意外と種類知らんかったわ。私もでもね、これ言われて意識するまでみたいな。いや、そうよな。でも男同士の方がやっぱ照れて、うん、そこまでなんかしっかりハグしないで、うんうんうん、こうみたいな。これに関してはでも男女あって、うん、ハンドシェイクみたいな、2人だけの間のハンドシェイクみたいなのを作って、いろいろやったりするよね。メジャーリーグ見るとめっちゃやってるよ。そうそう、こうやってなんかこうやってこうやったりとか、なんかこういろんなの作って2人の間のものを作って友達グループでみんなでそれやるとかは男子も多いし、意外と女子もやったりする。あ、そうなんだ。シークレットハンドシェイクとか言って、それをやってたらもうかなり仲いい。あ、そうなんだ、うん、あ、それは仲いいの基準なんだ。そう、もうめちゃくちゃ仲いい人じゃないとわざわざそれ作ってやんない。へえ、そうなんだ。それができるようになったら、うん、もうめっちゃ仲良しだよってことになる。そうね。でも割と若い人ほどそういうのやることが多いかな。まあまあまあ、そうだよ。ある一定年齢過ぎるとあんまりやらなくなるかなっていう感じだけど、まあそれでもやる人はいる。若い男性同士の方が普通にハグすることが多いかなって思う。もうちょっと上の世代の方が男性同士でハグするのって気にする人が、なるほどね、いなくはなかったりとかするから、もうちょっと軽いハグで終わることがあったり。うん、まあでもするにはするんだ。するするする、全然する。今の若者同士の方が長いハグが多いかもしれない、ワンチャン。指標がないから何とも言えないけど、イメージはそんな感じかな。まあ、だから年取ってくるとっていうか、大人になってくると男性同士のハグの方が若干ちょっと気まずいじゃないけど、うん、若干そういうのあるんだね。うん、気まずく感じる世代がいるかなって感じ。なるほどね。今の若者の方があんまりそういうの気にしない人が多い気がするけど、うんうんうん、あと気にしないようにしようみたいなメッセージを送る人が多いから、うん、って感じだけど、何とも言えない。まあでも男性同士はやっぱこれが多いかな。でも6人組来た時は全員ハグだったけどね。そう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 。男女関わらずね。うん。だから、うちら世代より下はどん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 そうなってるんじゃないかな、うん、でも私の周りはみんな結構ハグしてくる感じかな。キャロライン・ジェイ君もね。うん。友達のお父さんお母さんとかも全然ハグするし、うん、学校の先生もハグするし、うん、全然普通だったから、日本に来てからちょっとハグ不足で。6人組と最後別れるとき、うん、別れるときも Nice to meet you とか Nice to see you って言うじゃん、うん、俺もまあそれをオウム返しみたいな感じで言うんだけど、うん、すごい長いこと言われたの、うん、何言ってるか分かんなくて、うん、Oh, Nice to see you って思った、うん、まあでも正解正解正解だよ。向こうが何か言ってたら自分も何かしら言った方がいいかも、うん、それ確かに忘れてた、うん、Oh, it's nice to meet you みたいなこと言われたら、うん、自分も Nice to meet you too とかって一緒に言った方がいい、うん、もう被ってもいいから一緒に言った方がいい、はい、それは相手が何も言わなかったら言わなくてもいいし、なんか言った方がいいんだろうなと思って。確かに、それでも気づかなかった、うん、言ってたよ俺も、うん、でもオウム返しだった絶対、うん、でもなんか本当あなたみんなにハグされるたんびにさなんかロボットみたいになっててめっちゃ面白かった知らないんだからしかもされない前提でちょっと後ろにこうやって立ってて、そうそうそう、え、来るのって顔する、来た、やめて、近づいてこない、全然普通だから、もう何にも意識せずにやっていただけたら、はい、と思います。ということで、アメリカ人の人と会った時はぜひ今のを参考にしてみてください。ぜひぜひ参考になった、はい、情報として参考になったけど経験はありませんので、その場に出くわしたらまたなるとは思うけど、じゃあ口で練習しとくか。いや、あなた関係ないでしょアメリカ行く前に行く前にとか関係ないから、い全然関係ないから初対面の人とか一番あれなんだから、こちらとしては。じゃあ行きます。